ウィーン・モーツァルト・ゲマインデ教会は、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトの音楽作品の保護、普及のために活動するウィーンの教会。1947年設立。モーツァルトの作品を保存、伝播しようという動きは、モーツァルトの死後にはすでに現れており、19世紀には、教会、結社の設立が、盛んに行われていたが、その中から、1841年4月22日、 ザルツブルクで大聖堂音楽協会並びにモーツァルテウムが設立され、続いてその発展団体として1880年に国際モーツァルテウム財団が作られた。当時、ローカルなレベルに限定されていたモーツァルトの保護、継承活動を国境を越えて国際的に活性化させるため、1888年、その活動の財政基盤の確立のためとして財団は、 国際、モーツァルト・ゲマインデを設立した。これを受け、オーストリア国内外では、財団参加のローカル団体が、各地に多数設立された。そうした動きの中から、ウィーンでは、音楽文筆家のハイン・リヒ・ダ・ミッシュにより、1913年3月、ウィーン・アカデミー・モーツァルト・ゲマインデが結成された。この団体の目的は、当時、 計画段階にあったザルツブルク音楽祭の理念への賛同者をウィーンで集めることであり、この功績により、後にダミッシュはザルツブルク音楽祭の共同設立者とみなされている。こうした事情からモーツァルト・ゲマインでの歴史はザルツブルク音楽祭の設立、発展と密接に関わることになった。ウィーン・アカデミー・モーツァルト・ゲマインでのように、 国際モーツァルテウム財団参加のローカル団体として始まった初期のモーツァルト・ゲマインでは次第に独立の団体へと変わっていき財団の位置づけは形式上の上部団体に過ぎないものとなっていった設立当初からウィーン・アカデミー・モーツァルト・ゲマインではその趣旨目的としてモーツァルトの芸術を演奏会や講演会の開催を通じて普及させること モーツァルト関連の出版物を観光すること、ウィンに残されたモーツァルトにまつわる記念施設や記念碑などを保護すること、モーツァルトにまつわる歴史的な場所をめぐるガイドツアーや催し物を開催すること、若手のモーツァルト演奏家や現代音楽の演奏家を支援することを掲げていた。1931年から会員向けに定期的なリポート観光物を発刊し、これは後に ウィーン・フィガロという教会の定期観光物へと発展した。また、演奏会チクルスの開催を通じて、オーストリアの若手の現代作曲家を支援した。教会の定番の催し物としては、ザンクとマルクス・墓地その他の記念施設へのガイドツアー、フィガロ・ハウス、ドイツ機士団館、個人協会、ュテファン大聖堂での演奏会などが開始され、続けられている。 ナチスドイツによるオーストリア併合の直後の1938年5月17日、行政命令、協会、機関、団体の移行と編入により、ウィーンアカデミー・モーツァルト・ゲマインでは、ナチス思想による変革を被り、モーツァルトも、その他の作曲家同様に、ナチス体制の文化政策に取り込まれ、純粋なドイツ文化の象徴的存在とされた。この動きには、 ダミッシュの存在が不可欠であった。ダミッシュは1932年5月31日、ナチス党の非公認の会員となっていた人物で、ドイツ第三帝国の文化政策に同調して、モーツァルトを、反ユダヤ的な、ドイツ的作曲家と規定した。その後、1941年、ドイツ帝国のモーツァルト週間の開催により、モーツァルトは、 ナチスの世界観へと完全に取り込まれるに至った。ウィーン・アカデミー・モーツァルト・ゲ・マインでの存続は1948年までで代表のハンス・スペマーにより自由意志による解散が告知された。これと並行して1947年、エリック・ベルバを代表として新たな団体、ウィーン・モーツァルト・ゲ・マインデが結成された。この教会は今日まで活動を継続しており、旧 ビーンアカデミーモーツァルト・ゲマインでの後継団体とされている。結成以来、音楽コンクールの開催や、他種の音楽賞の授与などの活動を続けている。1949年、モーツァルト歌唱コンクール、1951年、金管楽器コンクールを開始し、1974年、オーストリアの若手指揮者に贈られるカール・ベーム、博士賞を新設した。 20世紀後半には、国、自治体の講演を受けて、ウィーンフルート時計賞、モーツァルト演奏賞のような賞を新設。過去の受賞者には、ルドルフ・ブッフ・ビンダー、ライナー・キュッヒル、クリスティアン・アルテンブルガー、アンメリカ・キルヒシュラーガー、ステファン・ブラガー、ボース・コフス、バーバラ・モーザーなどがいる。1995年、教会スポンサーの支援で製造された。 黄金モーツァルト指輪が教会に寄贈された。その目的は原則として5年に一度、モーツァルトの作品と、その演奏に大きな貢献をなした芸術家か、重要な文化人に送ることである。現在までの保持者は、アントン・シャリンガー、アンメリカ・キルヒ・シュラーガー、ミハエル・ヘルタウ、フランツ・ベルザー・メストとなっている。他に、エイリッヒ・シェンク賞の授与も続けており、 2010年からは、若手芸術家のための奨励賞、マルガレータシェンク財団の名称で続いている。ありがとうございます。